はい、どうも、なぎです。今日は、スーパーマリオメーカーのステージを作るときに必要になる材料の簡単に早くゲットできる方法をお伝えしていきたいと思います。まあ、普通にね、ステージを作ってるときに、何月何日、次の水曜日とか木曜日とかに、新しい材料が届きます。新しいギミックが届きますってのが来るんだけど、今回は1日で、しかも、まあ、多分30分もかかんないかな。3時間で全部のギミックが手に入る、まあ、小ネタを教えていきたいと思います。まあ、ちなみになんですけど、まあ、僕もデータがね、最初からになってしまって、今ね、この2列目までしかありません。ステージを作るにあたり、まあ、いろんなね、まあ、ギミック欲しいので、今から僕も増やしていきたいと思います。まずなんですけども、まあ、ブロックを、なんでもいいんですけど、ブロックを持ちます。で、この画面に、もう適当にね、まあ、こうやって、適当に使うんですよ、こうやって。このロケットでね、消さないと、次のブロックを配置できないから、一回ロケットで消すんですけども、ロケットで消した後も、またこうやってバーって、こんだけなんですよ。これをずっとやり続ける。あ、来た。3月21日木曜日に白セットが届きます。ちなみに今3月20日の水曜日です。これも、全部消して、で、ブロックをね、こうやって。つけまくると。もう来た。早いじゃん。もう来ちゃった。これ日付関係ないんだよね。さあ、白セットが届きました。白セット届いたから3の3列か。まだ言うて3列か。パッドでできるからさ、テレビ見ながらでも全然いいよね。これをやるだけだからさ、あ、マリオの残像が表示できるようになりました。これもね、ありがたい。携帯で YouTube 見ながらこの作業をしてれば、まあ、気づいたら全部のパーツ揃ってるなんてこともあるし、あ、来たよ。3月21日木曜日、また21日や。すぐ来んじゃない？今回もすぐ来んじゃないかな。あ、来ました。うわあ、めっちゃ手早い。めちゃんこ手が早い。うわあ、うわあ、うわ。うわぁ早く、もっと早く。うわぁ、わぁ、来たー。あ、すべてのパーツの出荷が終わりました。いろんな組み合わせを試してあなただけのマリオを楽しんでください。はい、ここまで経過した時間が、19分ですね。動画を撮り始めてから19分なので、実際に作業した時間帯は、まあ、16分ぐらいかな？まあ、15分。15分あれば、すべてのパーツの出荷ができると思います。まあ、僕2列目から始まったんで、まあ、20分ぐらいかな？うん、20分ぐらい。ゼロの状態だったら20分ぐらいで、マリオメーカーのすべてのパーツを、ゲットできるので、これでね、好きなワールド作って、友達と楽しんでいただけると、いいんじゃないでしょうか。ということで、今回の動画はここまでにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。